25年30年経って自分にこう与えてくれる影響が僕はすごい大きくて、で当時は何も分かってなくて、写真のことなんか何も考えてなくて何も理解してなくて撮ってたはずが、意外と構図もしっかりしてて、でプリントもしっかりしてて、で撮りたいものが何より結構明確に撮れてて、で迷いもなくて、なんか結構それが7、8年前にそのなんか自分のこの作品を結構見て、なんかあもうこの時分かってたんだと思って、自分のやりたいことが、結構30代ってあれもやりたいこれもやりたいとか、賞を取りたいとか有名になりたいとか、いろんな気持ちがこう混ざるんですけど、本当にこの頃始めたばっかりの頃はストレートに、あの街出たい、写真撮りたい、撮りたい人探して声かけて撮るみたいなことだったんで、なんかそういうのに戻りたいっていうか、戻っていってる最中な感じですね。だからすごいとっても自分にとっては大切なあの作品です。全然まだこの時は本当に写真あの全然趣味程度で行って GR と、まあ、ニコンの一眼レフ持って、ほとあの一番左のだけニコンの一眼レフで撮って、あとはここにあるのは GR で撮ってって感じで、なんかもう本当にパシャパシャ自分の気持ちに従って撮ったっていう写真です。本になってます、はい、あ本になりました、はい、そうです、自費出版してそうですね、はい、ヤングポートフォリオを購入いただいたのは何年になるんですか？99年いつですか？25年前、ね、四半世紀前なんでね。10年じゃなくて25年ですよ。そっか、そうですか。僕も前の同窓会っていつでしたっけ？5、6年前の時にあのカラーのプリントを並べていただいてたんで、僕この写真とこのプリントと再会するのは25年ぶりなんですけど、どうですか25年ぶりに。いや、ただそのチベットの写真は写真集再版とかしたんで、その時編集とか、あとまあ何とか最近でも何度か展示とかさせてもらってるんで、まあ、割とよく見てる写真なんですけど、これはライフワークとして制作をしている有名というシリーズの作品と、まあ、私は基本的に有名しか撮ってなくて、他のラインはそこから派生したものっていうことなんですけど、日常的に撮っているものと今回出していただいているのはライフワークしたものが半分ほとんどっていう感じなんですけど、6枚収蔵いただいた中で、ここはスナップが3枚で、ちょうど半々でご購入いただいたので、すごくこう審査員の方々の君の力の凄さを。いや、君の力がすごい。そのモデルさんすごいね。お風呂の。ああ、はい。ごめんねって言いながら進めてます。ひどいね。そうですね。この作品は、東南アジアのラオスで行って、まあ、撮ってきたんですけど、手持ちの成形写真と合成して作ってます。で、ですね、2018年に、撮影したんですけど、当時ですね、まあ、かなり私生活というか、結婚して子供が生まれて結構疲労してた時期だったので、なんかやっぱそういうどこか癒しを求めるっていうか、そういう意味でラオスまで東南アジアまでこうずらっと行ってきて時間もあって、やっぱこのヤングフォトフォリオって皆さんにとって励みに なってますなってます。すごいありがたかったですね。やっぱりすごい嬉しかったし、なんかすごい力をもらいました。なんか結局やっぱ一人でずっとほとんど家でやってるんで、なんか少しでもそうです、ね、力をもらえたりとか、間違ってなかったんだなっていう気持ちがすごい嬉しかったですね。と一応なんか撮影自体にそんなこだわりなくて、フィルムも一眼レフも使ってたりしてて、そんなにそこはこだわりはなくて、写真に直接描いたの？あ、そうです。インクジェットプリンターでプリントして、その印画紙の上にアクリル絵の具で。これどのぐらいまだ続けてるの？やめちゃった？いや、続けてますけどペースはかなり落ちてます。面白いね。もっと追求したもん。はい、
まあ、他の作品も作りながら、でもこれは軸でずっとやっていきたいなと思って。亡くなった両親 と自分を重ね合わせたいみたいなものが、そういう気持ちで撮ってる時は意識してなかったんですけど、編集していく段階でちょっと自分が撮った風景と親の写真とかを重ねたりして、おばあちゃんは今は亡くなっちゃったんですけど、生きてる時になるべく家族の写真は撮ろうと思って、卒業制作 で作りました。ちょうど10年前で言いましたら2012年、それから12年4年まで続いてたんですけれども、香港でのステルストレーション、デミッシュ運動ですね、を撮りに行きました。なぜデモを撮ったかというと、写真の学校で勉強していて、結構な60年代のそれこそ森山大道さんとかの作品を拝見していて、デモっていうものを撮りたくなります。でもバリバリのこうすごく過激な運動をしている場面というのを、あえて避けて、撮りました。そういう運動の、がもう激しく動いている香港の一つの生活、まあ、側面、その運動の側面として当時の生活で皆さんどうされているのか、そういう写真を撮っていました。私自身その写ってる人のことも知らないんですけど、なんかこう家族を撮ってるっていうことで、なんか私には自分との共通なんだろうな、絶対誰しもがある記憶のなんか共通点を探るような思いで写真を撮っていました。あと、なんだろうな、なんかそれぞれのネガフィルムのこうニュアンスが違うものを一つの家族でまとめて織り上げることで、なんかその家族をちょっと消化するような感じで再生させるようなイメージで作品を作ってました。なんかチャレンジね。そうそう、何回か落ちてで買っていただいたんで、すごい嬉しかったですね。まあ、できるだけなんかこう素直に正面から撮ろうっていうことだけですね、心がけてるのは。今の方がもうちょっとプリントがうまくなってるんでちょっとこうスポットとかがやばいなって感じですね。僕は沖縄から来ていただいて本当にありがとうございます。多分来年もどこかやるとは思いますけれども、その場合はまた皆様にご案内しますので、ぜひまたご視聴いただきたいと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。